今イスラエルとパレスチナの戦いをやってるんですけどこれまで伝統的に中東戦争っていうとイスラエルとパレスチナを支援するアラブ諸国っていうこういうことだったわけですがあの今回、まあ、あのパレスチナでこれだけの戦争をやっているにもかかわらず、まあ、アラブ諸国の,この反応っていうのは非常にこの冷たいというか無反応というか。 中立を保っていいるというかもちろんこれまであのトランプ政権時代に、えー、進められたアブラハム合意っていうのがあって、まあ、UAE ですとかバーレーンとの関係は、えーまあ、国交正常化ということであの、まあ、イスラエルとの関係が成り立っていてイスラエルとサウジアラビアの間でも国交正常化に向かう交渉が進められていたというふうに言われてますけれども今回のアラブ諸国の反応っていうのは これまでの伝統的なですね、このお、なんていうんですかね、イスラエル・アラブ関係っていうのと大きく違う,う対応のようにも思えるんですが、この,辺あのまあ坂梨さんはイランの専門家なので、アラブ諸国の専門ではないという、あの一応そこはお断りというか、それはあの重々承知しつつもですね、やっぱりちょっとここ、坂梨さん、どのように考えてらっしゃるのか、お聞きしたいなと思って。はいはい ありがとうございますそのアラブ諸国が今回あのイスラエルとガザの紛争に参戦しようとしていない、はいまあ、そういう意味で中立というのはおっしゃる通りだと思うんですけれども、はい、なぜ参戦しようとしないかといえばおそらくそのイスラエルと戦争をしても勝てないということが、はい、その第4次中東戦争1973年ですね。はい、その時にもう 分かったと言いますか、うん、イスラエルとと戦争してても勝てないということで、まあ、それでそのエジプトとの和平につながるわけですけれどもそ、はいはい、のあとオスロ合意があってヨルダンとの和平につながるわけですが、はい、イスラエルとはもう共存する以外ないということでただもちろんパレスチナに対する支援は行わなければいけないということでいろいろな支援をアラブ諸国続けてきたと思いますが、はい、パレスチナの中もパレスチナ自治政府とそのハマスと、はい、の間で分裂したりですとかパレスチナ自治政府と 政府の腐敗などが大きな問題になったりですとか、はい、もうそのパレスチナ問題の解決といったところで誰を頼りにしていいのか分からないというような状況がおそらく既に生まれてしまっていてだからこそ2020年にアブラハム合意が可能だだったんだと思うんですね、はいはい、アブラハム合意というのはもうパレスチナ問題を完全に棚上げにしたようなパレスチナ問題あるけれども、はい、でも パレスチナ問題の解決を待つというよりも、まあ、あの時 UAE 政府などが言っていたのは、はい、イスラエルと経済関係を強化することによってその恩恵がその利益がパレスチナにももたらされる、はいまあ、そのような形であのパレスチナ問題を考えていくこともできるのではないかということが、まあ、アブラハム合意をイスラエルとの間で結んだアラブ諸国の間では言われたわけですね。はい、でも 逆にイスラエルの側からするとあの必ずしもあの思いは同じではなかったのではないかと感じられるわけですがと言いますのがそのネタニヤフ首相が 昨年の9月ですね。はい、あの国連総会の時に中東の新しい中東という地図をあの見せたと思うんですけれども、はいはい、あのそこにパレスチナはなかった、ね、わけなんですよね。はい、つまり、このアブラハム合意で、あのアラブ諸国との関係も着実に。今あの改善しつつあると、はい、で、そのようなイスラエルにとってパレスチナは？ もはや存在していないと言っても過言ではないというような発言はなかったですけれども、はい、そういう地図であったわけですね、はい、ですのでそのイスラエルが、えー、そのような行動を取ることができるようになった背景というのはやはりアラブ諸国がある意味イスラエルに打てないということを受け入れた。 でえー、その結果イスラエルはもうパレスチナ問題は存在していないと考えて振る舞っても問題ないと思うようになり始めていた、うんうん、でそこにまだ残っているイスラエルにとっての邪魔者がパレスチナに対する抑圧、はい、あるいはパレスチナ人の権利の蹂躙を許さないと言い続けているイランであり、うんはい、抵抗勢力であったと。うん、なので今回ガザ戦争を受けててイスラエルとしては はそういうその抵抗の数軸を倒してしまうことができるとすると、はい、もうアブラハム合意はありますし、まあ、サウジとの関係、はい、え国交正常化はまだですけれども今も何か取り組みが進められていると言われておりますし。はい この機会にまさにイラン抵抗数軸を倒してしまうことができればイスラエルにとってはそれが最も望ましいと考えている可能性はあると思います。はい、ですのであの鈴木先生おっしゃった通りリスク紛争が拡大するリスクというのは、はい、やはりそういう意味でも存在し続けていると考えるべきなのだと思います。はいはい